彼らの恋の行方をただひたすらに見守る CD、 男子高校生初めての第6弾、甘やかしてよ先生。六甲綾人です。現在恋人と同棲中です。うわ、去年の夏から2人で一緒にいろいろ探してやっといい物件を見つけたんです。やっぱり2人で暮らすんだから妥協したくなくて。ねえジン、あれジン、ほんとお前のそういうとこ無理。テレヤさんだな。どうも太田仁です。相変わらずこの美学園で美術教師やってます。今本気で蹴ったでしょ。お前も自己紹介したら。六甲です。社会人2年目でちょっとド S で乱暴だけどエッチで美人で宇宙一可愛い恋人と一緒に暮らしてます。めげないね。まあジンは猫ちゃんだし、猫ちゃんは猫パンチするものなので問題ないです。え、何言ってんのお前、頭大丈夫？蹴られるより真面目に心配される方がダメージ入るからやめて。六甲くん変なチョコだったよな。そんなことないでしょ。いや頑張ってたのはわかるけどさ、なんか必死すぎて。まあ焦ってましたから。そうね。だって先生電話かけても出ないし、メッセージも未読スルーだし、そろそろ飽きるかもとかすぐ言うし。そうだっけ。絶対長続きしないと思ってたでしょ。まあね。残念でした。最初から言ってますけど、僕別れる気は一切ありませんから。でも捨てられるかもって不安がってたろ。まあ今だから言いますけど、不安でたまらなかったし、だからできることは全部しなくちゃって必死でしたよ。すごいガツガツしてたもんなお前。してましたね。いつやり殺されるか楽しみにしてたのにさ。シャレにならないこと言うのやめてください。セックス終わった後手錠かけられた時はこいつ正気かって笑っちゃったよ。いつも終わったら何にも言わずに帰っちゃうから、一度くらい朝まで抱きしめて眠ってみたかったんです。他人と一緒に寝るの嫌いなんだよ。今は毎晩一緒のベッドで寝てくれますけどね。お前はいいんだよもう。ジンはさ、なんていうか先生だったよ。いつもタバコを吸ってる自由で綺麗な太田先生。今は違うの？今は僕のジンでしょ。生意気。ああどうですか。まあ悪くないよ。でしょ。そういや結局前住んでたとこはどうしたの？ああ不動産会社に買い取りしてもらいました。駅近だし賃貸に出すんじゃないかな。仲介の方が高く売れるよって言われたんですけど、次に住むのがどんな人か知りたくなかったから。まあくだらない干渉なんですけど。そう。ジンのアトリエはまだしばらくあのまま？今んところね。修二郎に頼まれてるし、絵を描くには便利だし。よかった。ん？僕あそこ好きなんですよね。なんかすごくジンっぽくて。そうかもね。それにジンはジンだけのテリトリーがあった方がいいから。棺桶だとか言ってなかったっけお前。今は違うでしょ。まあね。別にないかな。嘘つけよ。お前許せないことばっかだろ。そんなこと。浮気とか別れるとか失踪とかそういうのはなしで。ほらあるじゃん。論外でしょ。ちなみにそういう時はどうすんの？浮気の場合は相手の人に消えてもらいます。心変わりは？されないように頑張るけど、もしそうなった場合はもう一度一から口説きます。お前が冷めちゃった場合は？そんなの絶対ないです。可能性の話。
そんな僕は僕じゃないから死ねばいいと思う。っていうかこの話もうやめようよ。だんだんへこんできました。俺のこういうところは許せないとこじゃないの？それは別に、ああ人だなーって思うし、悪趣味だしやめてよねとは思うけど、許せるか許せないかなら許せるかな。ふん。何？今晩は優しくしてやろうと思ってさ。してください。ああ、ちなみに俺が許せないのはベッドの中でお前が図に乗りすぎてはしゃぎまくることだから、そこんとこわきまえろよ、あやひと。